はい、ということで続いては加藤さん、うん、お願いしてもいいですか。はい、私演じる上原ひまりちゃんはこんな感じです。はい、これちょうどあのカプリチオの時の、ね、ジャケットになっているイラストの衣装ですね。はい、ひまりちゃんはですね、あの本当に明るくて、まあ、気立てがいい性格で、一応バンドの、まあ、リーダー、一応リーダー、そうですね、というふうにリーダーです、リーダーです、はい、させていただいてて、全然本人はなんかこうちゃんとリーダーができてるか不安だけど、でもちゃんとリーダーだからしっかりしなくちゃっていうところもあったりとか、本当に一生懸命な女の子ですね。で、まあその一生懸命さがちょっとこう空回りしちゃう時もあるんですよ。ありますね。はい、あとやたらみんなに一緒にエイエイをやってほしいっていう、あー、うん、あーやめとくみたいな、今こそエイエイをみたいな一人でやって誰もこう触れないスルーされちゃう、全スルーところが可愛かったりとか、うんうん、で、まあ、あともうそのすごく多分メンバーの中で一番女子力が高い。あー、高いですね。そうなの、うん、あの本当にいわゆる女の子が好きなショッピングとか、うんうん、そういうのがおしゃれとかが大好きだったりとかなので、うん、まあそういうところではそのある意味こうメンバーの女子力を一任してて、うん、そうかもしれないですね。女子力とあとセクシーさ担当。最近のあのイラストとかすごいセクシーなの多いでしょ。ひまりちゃんの衣装とか、いや水着とか最高でした、うん、ね、うん、冬なのにまだ水着着せてますもん私。ひまりちゃんにはいや、いい衣装だったんですよ。あれ私もあれ何の時だっけな、なんかでもその年末付近に出たカードも私一生懸命引きました。おー、なんかあのかね、あの特訓後の、はい、あのカードがすごい、うん、あのセクシーなやつ、ちょっとこう、なんていうの、こう、ふにって大阪やってくれるとは思わなかったんですけど、ほんまいがそうすごいカードがあってそのイラストが欲しいからもう一生懸命ひまりを引いたりとかして、そうそう、でも本当に基本的にはもう明るくて、うん、一生懸命な女の子で、うん、でも本当にやっぱりアフターグローみんなそうだけど、やっぱメンバー思いっていうところはすごく共通点だなと思って、その仲がいいアフターグローが大好きなひまりちゃんですね。はい、はい、ありがとうございます。